はい、どうも皆さんこんにちは。全盲の YouTuber アナちゃんこと穴澤雄介です。本日は金曜日、チャレンジアナちゃんの時間です。さあ、まあ1ヶ月2ヶ月に1回ぐらい必ずやってまいりますね、この恐怖の質問ボックスでございます。チャンネル視聴者の皆さんからですね、いただいたご質問が、この中に隠されておりまして、まあ私アナちゃんが、まあその質問に矢継ぎ早にお答えしていこうというこの企画でございます。さあ、今日もできるだけ数多くの質問に答えていきたいと思いますよ。はい、ありがとうございます。先陣逆していただいて、マイブーム教えて。マイブームか、なんだマイブームか、全然今のブームじゃないんですけどまあ私まあ、このチャンネルでね、演奏動画で何本も上げてるからもう読まれてるでしょうけどアニメの軽音のですね、まあ大ファンになってしまってっていうのが、でも軽音がリアルに流行ってる頃じゃないんですよ。だいぶ遅れてDVD で見て、それからハマり、サントラの CD も豪勢に揃えちゃったりして、そのブームから未だに卒業できないかもしれませんねなんかずっと割と軽音ブームがそのまま残っています。そんなんでいいでしょうか。はい、誰か抜け出せるような、まあ抜け出さなくてもいいんですけど、次のブーム何か消しかけてください。はい、さて、夏の好きなところ嫌いなところなんですか何ですか。夏の好きなところ、夏の好きなところか、ね、基本的に、まあ、楽器の調子とかも、まあ梅雨時とか夏場とかは湿気が日本ね強いからあんまり良くないんですよ。で、まあ、演奏すれば必ず汗だくになるし、そういう意味では秋冬のがいいと思いきや、でも夏はね、やっぱり体は最初からこう温まってるじゃないですか。だから結構ねすぐに練習できる。だからめちゃめちゃ汗かくんですけど、練習は夏の方がその汗さえ気にしなければはかどるかな。うん、まあだから夏はそうちょっとだから体育会系なノリですけど体力勝負で練習できるところが夏の好きなところですかね。嫌いなところ蚊でしょ蚊はね、蚊はまあ音がね、なんかこう夜中にね耳元でやられちゃった日には、はい、次いきます。次次、今年一番頑張ったことなんですかって、いや今年まだそんなにまだ残ってるけど、今年一番頑張ったことか、いやそれはやっぱりこのチャンネル的にはおふざけ音楽を廃止してエレクトリックアナちゃんの時間を設けたじゃないですか。だからもう毎週毎週そのエレクトリックのレパートリーを作っているわけですよ結構アレンジもねそこそこしっかりしてるから、っていうかやっぱり独奏だとかなりアレンジ気合い入れないとできないですからね。エレクトリックアナちゃんネタはかなり頑張ってますよ。はい、まああとはやっぱりコロナの割にはね結構健闘してるんじゃないですか。ホームコンサートキャンペーンとこの
YouTube ライブとでね、そこそこ頑張ってると思いますよ。はい一言みたいはい、次行きましょう。そう、エレクトリックね、頑張ってるんで、いろんなたくさんの人に見てほしいな。はい、結構面白いことやってんですよ。はい、今一番欲しい買いたいものは、あー欲しい買いたいものか、ね、配信ライブをいっぱいするようになったから、あの強力な Wi-Fi ルーターが欲しいです。はい、できるだけね、あの画面も音も画像も音もいい環境で皆さんにお届けできたらなと思って。さあ、そしてカラオケで歌う歌、カラオケで歌う歌教えてえ、いやだからさっきの流れになると慶応の歌も歌いますし、あとね、昔あのクラブで私おじさんのカラオケにバイオリンつけてあげてたりとかしたから、私の親世代の歌結構あのたくさん知ってますね。はい、あ、それからね、あの可愛い歌も好きです。あの谷村ひろ子とか歌っちゃいますよ結構そういうのも歌うし、あとね、でもあの点数つくのあるじゃないですか。点数的にはね、私ね、演歌が一番高く出ますだから演歌も時々歌っちゃってますけど、皆さんからも質問あったらまた、ぜひコメント欄なんかにも書いてね。そしてチャンネル登録もよろしく。あなちゃんでした。